今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は7,444人でした。16日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の7,444人です。 きょう確認された新たな感染者のうち265人は家族の感染などで濃厚接触者となり症状が出たため検査を受けずに医師が陽性と診断した患者です先週の土曜日から1720人減り16日連続で前の週の同じ曜日を下回りました直近7日間の平均の感染者数は7822人で 前の週と比べて八十八点一パーセントになっています。感染者を年代別に見ると、最も多いのは十歳未満の千三百九十六人で、次いで三十代が千三百二十一人でした。六十五歳以上の高齢者は三百九十二人でした。重症者は昨日から三人減って四十五人です。重症者用の病床使用率は。 昨日時点で17.4%で、全体の病床使用率は今日の時点で33.5%になっています。また、30代から90代の男女13人の死亡が確認されました。